はい、トシです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。非常にいい天気の中ですね、いつも行ってる道の駅に向かって走ってるんですが、今日は実はね、愛知県の方からねバイク友達、前回ね一緒にマスツーリングに行った方がですね、こちらまで遊びに来てくださってるということで、待ち合わせ場所というか、まあ、僕がいつも行ってるね道の駅、そちらに向かってね走っております。僕はね家から15分なんですけど、なんとちょっとね遅刻気味ということで、急いでね向かいたいと思います。止まってた真っ赤なパニガーレ、カメラ向いてる。おはようございます。遠いところまでありがとうございます早かったですね。うん、1時間ぐらいですね。よくぞ、僕が言ってはいけないんですよ、こんな偏僻なところまで何もないやいやありがとうございます。あれね、これあの360度、もうポチッとしたんでしょまだまだ最近僕ほんま麻痺してますわ。あ、パニガーレかみたいなノリですもんあ、今週はパニガーレかみたいな、先週トリプルRやったなみたいな、麻痺する麻痺する、絶対おかしい。では取り急ぎお昼ご飯、先週に引き続き堀のバーガーさんに向かいたいと思います。 CBR トリプルRもだいぶね顔がいかつかったですけども、パニガーレも大概です。まあ後ろにつけますんで、マフラーの爆音がね聞けると思います。おらい、このパニガーレね、マフラーの方はディライトさんのオリジナルマフラーが入ってるんですけども、これ真後ろ走ってるとねマシンガンでねこづかれてるというか、そんな気がしますね。でこのねパニガーレに乗る秀樹さんも、YouTube に動画投稿の方されてますんで、概要欄にね秀樹さんのプロフィール、貼り付けておきますんで、もしよかったらね覗いてみてください。確かねパニガーレ日記というねタイトルでやられたと思います。パニガーレラブですね。もう乗られてるポジションがめっちゃそのスパルタンですね。かっこいい、攻撃的なバイクですね。このね秀樹さんと知り合ったのも YouTube ですね。自分の動画にコメントくださったところからですね、お互いコメントし合ってきてね今に至るというところなんですが、今度7月22日に行くツーリングももちろん一緒に行かせてもらうという、そういう中でございます。かっけー、これでねわお、めちゃめちゃ前傾ですね。それも慣れました。全然余裕余裕。まあ先週と全く同じ道を通ってね、堀のバーガーさんに向かってるんですが、混んでなかったら言えねんけど、まあ、そこはちょっと行ってみないとわからないんですが、まあ混んでたとしてもまあなんとかなるでしょう。あ、全然楽勝。はい、堀のバーガーさんに到着です。朝6時出発。家出たのは6時で。6時。で、お昼12時にこの堀のバーガー。ありがとうございました。前回のツーリングで初めてお会いして、その時秀樹さん取れなかったんで、今日はこのバイクを買った理由を一言で。一言で。ビビッときました。ビビッときたから。バイクってそんなもんですね。そんなもんですビビッときてパニガーレ。そう。この羽がね、この角度が一番かっこいいと思う。あ、これ言うよね、ここが好きのと、縦に大体分かりますよね。こいつはこの角度がかっこいいと思う。V4。前は V4 です。L、じゃあ V。VMAX っていう V4 乗ってたことあんねんけど、熱がすごいなっていう印象だったんです。こちらはどうですか？こっちもね、多分ね、革パンツ履いてなかったらね、バケが来てます。これ革っすか？これ革、あ、これ、それね、
福士谷のエクスプローラージーンズ、うん、人気のジーンズって言われてる。そう、大人気のジーンズ。あ、そうなんや。これ履いてるとだいぶ熱マシですか？あ、暑いけど、うん、全然マシ。マシ。ひいきさんスマートやし、かっこいいです。似合ってますよ。あ、そう。聞いてくれる？スマートって。スマート。スマートって思うでしょ。うん。でもね、去年の健康診断、うん、時はね、66キロあった。今は53キロ。13キロ。なお。走って。食べ物わかんない、わかんないの。やばくない、やばくない、やばい。そうなんですね。これはもう買った時に入れたマフラーですか？これはね、1ヶ月点検の時に入れてもらった、うん、あ、泣く子も黙るハニガーレっていう印象ですけど、レッジェーラにはね、かないます。レッジェーラ形はハニガーレですよね、見た目は。エンジン音いいですか、ミリクさん？行きましょうか。行ってもらっていいですか？あんまり近いと俺ちょっと心臓に悪いので、この辺からのいいじゃないですか。この辺ね、やばいよ、やばいよ、やばいよ。M1000RR、 この前に買った、うん、S1000RR に、うん、同じのそれをつける、なんとか言ってショートのアクラボや。アクラボか、うん、なんかあっちのがさ、あれ結構いい音するって。いや、どっちもどっちでしょう。タイヤもこっちが履いてるなぁ。200太いな、思っとった。22日はがっつりドイツ軍をやっつけましょう。ドイツ軍バニガーレ舞台で一人だけ、一人だけ。それは楽勝だよ。まず僕らこの将棋でいう風がね、向こうのこう邪魔をしますから。でその間をってこうバコーンと行くみたいな風で、風なんだかいますから。まあでも、いやいや、まあまあ、あ、風も気になりましたけど。なりきんってやつ。なりきんや。風がないと将棋は勝てないですね。王様の走りを今度見せてもらいたいと思います。ありがとうございました。はい、ということで今から帰り道ね、秀樹さんの方は愛知県の方までね、お帰りということで、今からね、途中の、高速道路のとこまでね、一緒に走りたいというふうに思ってます。パニガーレ V4、 まさにドカティ、隙のないデザインというか、先週ね、ご一緒した CBR のね、ファイヤーブレードと比べたらね、また違うね、凄さがあるなというふうに思いましたね。それが何なのかっていうのは難しいんですけども、何やろ、見せ方がうまいというかね、デザインのなんか顔つきとかもそうなんですけども、まあ、そんなことも感じましたし、ひとたびエンジンかけたらね、 V4 の激しいね、音と鼓動感みたいな、一回ね、あんなのを所有してね、乗ってみたいなというふうに思いました。